はいどうもポッカメです。皆さん見てください。なんかももがパンパンに膨らんだ謎の虫がいたんですよ。なんじゃこれ。寄虫だよ寄虫。はい、これはホソヘリカメムシというカメムシの仲間ですね。日本全国アジア各地で普通に見られる虫なんで別に珍しくはないです。分類はこんな感じになってます。カメムシ目にはカメムシの他にセミとかアブラムシなんかも含まれてますね。カメムシって言ったら まさにカメの甲羅みたいな楕円形の虫をイメージする人も多いと思うんですけど、実は姿形非常にバリエーション豊かなグループなんですね。中でもホソヘリカメムシ科はパッと見カメムシには見えない細長い体を持ってます。本州にお住まいの皆さんはおそらく他の種類と見間違えることはないと思います。ただし奄美や沖縄にはよく似た種類のキスジホソヘリカメムシ、ヒメキスジホソヘリカメムシっていうやつが生息しているみたいですね。触覚の色で見分けられます。はい、捕まえました。カメムシって刺激するとだいたい臭い匂い出すじゃないですか。でもなんかこの子匂い出さないみたいですね。全然臭くないです。いやありがたい。はい、腹側を見せてもらいましょうか。注目してほしいのはこの口、ストローみたいな細長い口が見えるでしょうか。これは口吻って言うんですけど、カメムシ目最大の特徴ですね。セミの口も似たようになってますよね。この中には口唇という針のような口が入っていて、ホソヘリカメムシはそれを豆とかに突き刺して汁を吸ってます。触覚を掃除し始めましたね。かわいい。足で丁寧に磨いてますね。あ、なんかパチパチした。逆側も掃除すると、今汚れ払ったってことか。今の動きめっちゃ可愛くなかった？はい、幼虫はアリに似てるらしいんですけど、探してもこの子しか見つからなかったですね。もし発見したらまた動画にします。あ、今ちょっと羽広げましたね。羽は4枚ありますけど普段は折りたたんでますね。もちろん飛びますよ。てかなんかめっちゃ体掃除してない？そんなその中汚かった？生き物の消化管って細菌が共生してることが多いんですけど、まあ、人間もね腸内細菌がいますよね。ホソヘリカメムシにも体内に細菌がいるみたいですね。親から受け継がれるんじゃなくて幼虫の時に土から摂取するらしいです。なんかあの病原性の細菌はね体内で死んじゃうけど、その特定の細菌だけ共生させられるってなんか不思議じゃないですか。なんでなんだろうね。ケースの中を動き回ってます。はい、正面から見るとね背中が盛り上がってトゲが生えてるのが分かります。なかなかかっこいい見た目ですね。はい、というわけで今回はホソヘリカメムシを観察しました。このお掃除が可愛すぎる。これからもどんどん面白い生き物を紹介するんで、また次の動画でお会いしましょう。